はい、皆さんこんにちは、鳥居です。また今回も、私の部屋からの、動画となります。まだまだ自粛期間が続いております。なかなか外に取材に出るわけにはいきません。ということでね、ずっとやっぱね、家の中にこもってるとたまにはパッとこう広い場所とかね、あるいはこう綺麗な自然の中に行きたいなって気分になると思います。そこでですね、今回はこの宇部戸周辺のなんか気持ちのいい散歩道、こちらのね、ベスト3を紹介したいと思います。あ、ベスト3といってもね、どの道も全部すごいいいところありますんでね、あんまり優劣っていうのはつけられないんですけど、まあ一応私なりに気に入った順みたいな形でね、紹介をしていきたいなと思います。で、宇部戸なんですけど、よく観光に来られるとね、あれ思ったほど自然が多くないなとか、なんか渋滞ばっかり大変だよって話聞くんですけど、それは宇部戸中心部、本当にモンキーフォレスト通りとかラヤ宇部戸通り、こういうメインの通りはやっぱどうしてもね、お店とかあと車が多くなるんですけど、ちょっと郊外、本当にね、王宮から歩いて5分10分も行けば、もうずっと見渡す限り田んぼだよとか、あとずっと綺麗な渓谷が広がってますよ、こういうところがたくさんあるんです。で、そういうところをですね、ちょっと時間見つけてゆっくりと自分の足で歩くと、そうするとすごい気持ちがいいんですよね。で、今はね、本当海外旅行なかなかできない時期なんですけど、またこの騒動が収まってバリ島宇部戸に来られることがあったら、ぜひ今回ご紹介するこの散歩道行ってみてはいかがでしょうか。それでは私が好きな、宇部戸周辺の散歩道ベスト3紹介していこうと思います。はい、まず最初、こちらがですね、スバックソワヤー通り、ちょっと難しい名前ですね、スバックソワヤー通りという通りです。で、この通りね、結構一番最初になんか散歩道として紹介された道じゃないかなと思います。この通り本当にね、昔田んぼだらけだったんですけど、そこにサリオーガニックボッタマリアっていうワルムができたんです。これで自分の敷地内でオーガニック野菜を育てて、そういう野菜をメインにしたね、ご飯を食べさせてるとこなんですけど、それがやっぱ白人さんたち非常に来まして、みんなはここいいね、あの途中の道もすごい気持ちいいねってわって集まるようになったんですね。で、そうなってきますね、やっぱだんだん周りにビラだとかお土産物屋さんとかそういうのが増えちゃって、今はねちょっと最初に比べてなんていうんですかね、見晴らしがちょっと悪くなったかなって感じなんですけど、それでもまだまだ歩いていけばね、田んぼ、綺麗な田んぼも見れますし、すごい、のどかな田舎道なんでね、ぜひこの通り一度機会があったら行ってみてください。ではスバックソワヤ通り、こちらになります。はい、ということで、最初にスバックソワヤ通りをご紹介しました。では2番目としてはスイートオレンジワルン通りこれ地図で見てもね、通りの名前が書いてないんですよ。そんだけ細い田舎道なんです、田んぼ道なんです。それで前そこ行ったら、その道の途中にスイートオレンジワルンっていうのがありまして、そこの人なのかな、スイートオレンジワルン通りって書いて看板が書いてありました。ですので、まあ、スイートオレンジワルン通りっていう形で紹介させてもらいます。この通りの入り口がね、ちょっと分かりづらいんですよ。っていうのが、
プリルキスタン美術館っていうのがありまして、そこの本当に細い道、なんか隣がレストランで、そこのなんか通用門みたいなところずっと入ってくるんです。で途中もちょっと道悪くてね、いや大丈夫かなこんなとこって言うんですが、ずっと抜けていくとパーッと田んぼのね、綺麗な田んぼの風景が広がる、そういう道なんです。でこの通り、そのジャガンダヤムド通りから入る道がすごい細くて、バイクが入っていけないんです。反対側が普通の車が通る道からずっと入れる道もあるんで、一方通行でなんですけど、バイクは通ることはできるんです。ただ通り抜けができないんで、あまりバイクが通っていない通りになるんですね。 でそういうところをねずっと歩いていくと、本当に今ちょっと入り口が分かりづらいってちょっと不便な道なんで、まだまだお店とかはそんな出てません。あるのが先ほど紹介しましたスイートオレンジワルン、あとは 2,3 軒かな、それとちょっとしたビラが何軒かあるぐらいで、その通りをずっと歩いていくと、ぐるっと回ってカジェン通りっていう大きな横の通りに出ます。だからこうぐるっとね一周できるんですよ。一周してそうですね30分から40分ぐらい、そのぐらい歩きますんでね、なかなか気持ちのいい道になります。では、スイートオレンジワルン通り、こちらになります。いかがだったでしょうか。では最後に紹介する通り、バンキアンシデム通り、バンキアンシデム通りでね、でこの通りね、あんまりバンキアンシデム通りっていうよりも尾根伝いの道っていうふうにね、よくみんな言うんですよ。
でここもねちょっと入り口がね分かりづらいっていうかちょっと難しいんですけど、チャンプアンの橋のたもとにグヌンルバージーンってお寺があります。ここもウード発祥のお寺、すごい由緒正しいお寺なんですけど、その横の細い道をずっと入っていくんです。ここでグヌンルバージーンの裏からずっと伸び尾根沿いに伸びていく道なんです。でこの道ずっと歩いていくと、あのまた隣村まで行けるんですけど、この尾根沿いの道入り口出口のところが階段になってて、バイクも車も入れないようになってるんです。ですので全然バイクは通りません。で尾根沿いなんで最初はちょっとしんどいんですよ。ぐっと上り坂があるんで、そこを一生懸命ちょっと5分ぐらい歩かなきゃいけないんですけど、上まで上がっちゃうとね、視界が開けて、なんかなんていうんですかね、本当に尾根両側がパーッと開けて、もう両側が渓谷なんですよ。で下を見ると川が流れてる。でその上をずっと歩いてるんですけど、周りはずっとこういろんな草とかね、自然の木がザーッと生えてる。で青い空、向こうには雲があって、さらに向こうには群山とか山々が見える、そういう道なんでね、本当に気持ちいいんですよ。ですので、よく白人さんなんかこういうとこジョギングしたり散歩したりしてるんですけどね、それで人通りはあるんですけど、今言ったようにバイクが入れないんでお店なんかは一切ないです。ここはね、実は私一番ちょっとお気に入りの道なんですけどね、また騒動収まって、外出なんかもね自由にできるようになったら、またちょくちょくここ散歩したいなと思う道です。ではバンキアン市電通りどうぞ。ということで今回はウード近郊のお気に入りの散歩道っていうのをねちょっと特集してみましたけど、いかがだったでしょうか。あの日本でもねやっぱ外出自粛とかねそういうことでずっと家の中に引きこもってるこういう方は多いと思います。せめてねそういう方ねこういう大自然のね風景とか見てもらってね、一時でもなんかこう気持ちがスカッとしていただけたらなと思って今回動画を送らさせていただきました。またね
この騒動も収まってみんないろんなところに遊びに行けるようになったら、ぜひぜひウブドの方に来ていただいて、今回紹介した通り歩いてみてください。ということで、今回も最後まで動画ご視聴ありがとうございました。この動画面白かったよ、役に立ってってことでしたら、グッドボタン、高評価お願いいたします。また私こうやってね、ウブド中心にいろいろバリ島の情報をアップしております。ウブドってどんなところだろう、バリ島遊び行ってみたいなっていう方いらっしゃいましたら、ぜひこのチャンネル登録をお願いいたします。またツイッター、フェイスブックで最新情報も流しておりますので、こちらのフォローもお待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。